点50、失点48、相当打ち合うチームです。そうですね。まあ、それだけリスクを負って攻めていこうと、あのサイドバックも中に行く高い位置を取る、まあ、山中が話してくれましたが、もう自分たちが起点になってもいいぐらいの、遠藤とマッチアップをするのは早坂、中、ウゴ・ビエイラ、中が前を向く、かわした、流し込んだ、1対1、まあ、そうでしたね、完全に引きつけて菅をかわして、ゴールに流し込みました。やっぱり中が遠藤あたりは今日のマッチアップを見れば絶対に仕掛けた方がいいですよね。まあ、ちょっとずるっと下がってしまいましたかね、はい、この近隣点も少し甘かったようには思いますし、でこれ危険を察知して進藤が逆サイドからこの後飛び込んでいったんですが間に合いませんでした。距離が多分遠いんですよね、距離が近ければやっぱりチャレンジしてその後浜野の前に遠藤、引きつけてスペースを狙う、入れ替わった、ラストパス、逆転、いやいい崩しでした、タイミングよく山中が絡んできました。いわゆる3人目の動きで相手のマークをずらしてゴール前にはこのウーゴ・ビエイラが待ち構えました。まあ、このボールが出る前もね、左サイドを落ち着いてちょっとショートパスをかわしながらというシーンが続きましたけどね。山中からウーゴ・ビエイラ、これで2対1、3連勝。ゲームの解説、水沼貴さんです。どんな印象ですか。まあ、後半、まあ、人を変えて、まあ、システムを変えたように見えましたけども、実は4バックだったのかなというふうにはちょっと思いますけども、はい、なかなかゴールに迫っていくシーンがコンサドーレの方にはできなかったですかね。まあ、ガリノスも中盤のところで結構厳しくやるようにはなったとは思いますけども、まあ、最後のパワープレーもやっぱ J1 人だと辛いですかね。今日はトクラがいないという、そうですね、ちょっとパワーが足りなかったですね。はい、まあ、早め早めに、ね、交代のカードを切って勝負にはペドロビッチ監督も出てたとは思いますけどね。はい、なんとか少しでもフレッシュな選手を入れて局面も打開して。